これ。はい。誰でいいんでしょう。はい、ロケの決勝、水原です。さくらです。こうちゃんです。ナイスガイスカイです。めっちゃ面白いゲームを思いつきました。おお。クイズババ抜き。イエーイ。皆さんの前に何枚かカードを置いております。はい、はいはい、今回はですね、ペアが問いと答えになっております。まあこれがペアだなと思ったら、まあ前に捨てていってくださいという。チャレンジするときに失敗する可能性がありますと。確かに、はい、不正解、はい、で失敗した場合は次の人は場に出ている札から選んで引くこともできます。2枚からどれか選ぶか、この人から選ぶか。はい、そうです。なるほど。はい、それではカード見てください。はい。え、ちょっと待って、カード見えそう。ほら、マジで意味わかんないのあれ。まあ確かに問いっぽいものと答えっぽいものがある。そうですね。これ何どういうことと思って、これがババ抜きなのか知事抜きなのかが問われてる。どうせ答えだろっていう。もう俺知ってんですよ。これがね、わかんない。これなの。これがね、わかりそうでわかんない。これが結構万能そう。なるほど。それでは、1枚手札が多い須貝さんが、はい、こうちゃんに引かれるところから、はーい、いきます。はい、はい、見ました。いっちゃいっちゃいいっちゃいっちゃい、どうでしょうか。吸ってろ、吸ってろ、いったらやばい。じゃあ一発はちょっとやってみるか。やってみますか。はい、ドン。椎名林檎の曲はファッツヨネイム。判定は間違いです。不正解ってことは、はい、不正解なので、この2枚から選ぶか、こうちゃんの手札から選ぶか、どっちか選ぶことができます。自分がペア持ってたらいいんだな、ここから。いや、そうなんだけど、ペアっぽいんだけど、ペアかどうか分かんないんだよ。あ、ね、いやいや、あえて見逃して。これが分かっている。俺今気になってるのは、これ和者誰なのかなっていうね。和者、和者行ってこう。はい、お、これを引きます。行くのは What's your name? What's your name? で、ケン。あなたの名前は何ですか。僕福良ケンだから、ケン合ってるでしょっていう。判定は間違いです。待って待って、間違いです。待って待って、なんで待ってるでしょ。いやいや、取れてないんだから。ユウがさ、俺のことでしょ。うん、この人が一人称でしょ。まあまあまあ、右手が二人称でしょ。今回は福良さんがね、これを取るとも限りませんので、春季とかが手札にないと、はい、ないと。そうですね。なるほど。はい、ということは、これが場に出てる状態になって、これは俺の手札に戻る。はい、そうですね。はい、はい、続いてこっから引くか、こっから引くか選べます。何これ、剣って。じゃあ何これ唯一の使い方だと思う。これがあるんだけど、俺の手札に。はい、でもね、これのね、タイトルね、これじゃないんだよ。なるほど。引くわ、普通に。はい、引きました。今ね、完璧だった。完璧でしたか。完璧だった。行くぜ。滝と三葉が出てくるのは君の名。はい、判定は違います。そうだよね、そうだよね、違うよね。あ、はい、なんで違うか知ってるか。まあ、我々は分かってる。まあ、伊沢は分かってない。分かった分かった分かった。はい、これで伊沢さんも間違いとなりましたので、菅井さんはこの2枚から引くか、はい、手札から引くか決めることができます。じゃあここから引きましょう。で、私はこれを出しましょう。出た。お、持ってんじゃん。滝と三葉が出てくるのは君の名は九天。正解です。やばい、先に言えよ。文芸の強さが、文芸の強さが。で、これは伊沢さん、先に言えよ。九天があるやつとないやつ、別の作品だからね。そうですね。そうですね。はい、はい、はい、来ました。なんで、なんでまた来い。はい、スルー。はい、はい、スルーか。スルー。ペアがないと踏みました。福良さんが行きます。いや、それはだから。でも俺の手がないじゃん。あー、やってしまいましたね。なるほどね。僕は行きません。はい、はい、おい、えいや、ズズン。はい、行くぜ。エド・シーランのアルバムはかけ。正解です。すごい、全然知らないアーティスト。超有名だ。俺のね、計算記号の、ね、名前だったらアルバムいっぱい出してるんですよ、ね、ちょうどこれこんなの覚えたのに。アルバツクイズかなと思って終わる。あ、おい、あ、そういうこと。はい、聞いたのは行くぜ。はい、あ、ババ。はい、出されたのは間違いです。ババだ。まあ、トイになってないもんね。そうですね、ポイント答えと言いましたのでね。これ、はい、誰
誰といいってことでしょ。俺あれだ、こうちゃんの瞳に映ったカードを見ながらこうちゃんというのを探るわ。おストーカーやめろ。ソーシャルエンジニアリング。全然わかんないけど、出してみ。はい、ほらこっちだ。知らん。この人が書いたのははい、正解です。おぉすげぇ、すげぇ。プーシキンでしょ。こちらはプーシキンの、はい、スペードの女王ってことだよね。はい、そう、その通りです。気づいてないよ。何で出したの。あ、プーシキンっすか。せめてこの顔がプーシキンかどうかわかんないけど、スペードの女王っていう作品があることは知ってるから捨てたであってほしかった。いや、スペードの女王があるの知っててできてないから、ね、で、最後これをこっちに持ってきちゃおう。それに従おう。おおお、これはね、でもね、追加わかる。俺だけで多くね。そうだよ、そうだよ。だって一回ずつ捨ててる。バカじゃん、知らない。テイさんの言ってくんねん。あ、出さない系。出さない。おお、不思議の国のアリスに登場するリバってキャラクターはモンスター召喚、ハートの女王。なるほど。正解です。おお、やばい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 。絶対スペードの女王とハートの女王を両方持ってて出そうとしたら跳ね返されるやつじゃん。普通にババ抜きやったらダメだ。これ出た、真ん中浮いてるやつ。いや、こっちが右です。右？右。いや、俺左だな。ナチュラルな裏切り。はいの、はい、はい、知ってるカード引いた。待って、俺の名前がこれである可能性あるから。え、行ったわ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 行くぞ、はい、君の名は。お、ババ。間違いない。いやいや、ババ。おお、クリアで。これで、おお、こう、ちょっとこれだ。はい、正解です。おい、さあ、ね、お前が持っとったんかい。だからもう、はい、君の名はこれ、君の名は。待って、俺の名前がこれである可能性あるかな。いやいやいや、行ってみよう。いや、行ったわ行ったわ行った。俺これ出さなきゃ、出しちゃいけなかったんだ。うわ、ふざけてる場合じゃなかった。だからあれでしょ、あの映画じゃないと。映画じゃない。生田和夫原作のラジオドラマ。デコちゃんが俺が残り3枚。3枚か。え、お前、マジそうなんだよ。福田さん、もしかしてこう袖に隠すあのマジで使ってる。どうせまだワッツやネーム持ってるでしょ。剣行け、剣。剣、剣、剣。行くわ。はい。はい、ベネツィア国際映画祭で金獅子賞を取ったのは、ワッツユアネーム。間違いよ。間違いよ。マジ。まあまあ間違いでしょ。はい、間違いです。残念。この手札にある中で一番映画のタイトルになった時に金獅子賞を取りそうなやつを選んだ。金獅子賞なんだと思う。俺はこっちは引かない。はい、はい、ここには金獅子賞を取らなそうなやつしかないけど。いいよ、だって俺これいらないんだ。当たり前やろ。うわ、いらないよ。いらないよ。これペアかな。いや、でも問いと答えだから、これはペアに見えても出しちゃいけないっていう。OK、 今回は自粛します。 OK、 違う、はい、来ました。はい、この3枚です。これでクリアしたらこうちゃん勝ちだね。はい、じゃあこれでいきます。判定は間違いない。そう、椎名林檎さんの曲にジョーカーはないのね。ありそうだけどね。これ結構無限に勝負できる。そうそうだ。3択ですよ、3択。3択か、ジョーカーって金獅子賞取ってんのかな。金獅子賞ダメだよ。一旦自分の名前がジョーカーであること考えたこと。いやいやいや、なんでちょっと中二病入ってるの。俺の名前ジョーカーです。どっちも自信ないからこっち行くわ。これ、はい、知らないんだ。大富豪じゃん。一人だけ大富豪じゃん。2枚2枚ってことは、間違えたら取ってペアできたら勝ちか。俺と伊沢さんはそう、俺と伊沢さんは自分たちでペア作った時点で勝ち。攻めない方がいいのかな。いやでも持ってるかも。待ち2しかないでしょ。で俺7よ。そう、自分で絶対の答えを送るまで待つ方がいいですね。そう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 。どうぞ。あー、もう何も言わずにすっとくね。いくぜ、これだ。ブシッドブシッバーン。こいつもこいつも中二病。これはね、ダメだわ。いや、めちゃくちゃデスティニードロスある。弱っ。ドロー。はい。なんだ、どっちだ、どっちだか分かんないリアクション。パスだ。俺のあれを知っているから。いや、聞いてるのがいい。弱い。絶対当たらん。いや、試しに。え、当たる可能性あるんか。いや、行ってみる。これだったらめっちゃ面白くない。
じゃあいくね。はい、シーナリンゴそれめっちゃ面白い曲は。はい、シーナリンゴの曲は検察官判定は間違いない無駄に出したよこうちゃんの札全部割れたからね、これ。そうだよね。そうこれは行きましょう。シーナリンゴさんが歌っている曲のタイトルこれ大喜利ってこと今今大喜利の時間割れるやばっすよね。これでも歌えそうじゃない大喜利じゃん。ちょっと大喜利違うよ、大喜利してる。外れ。判定は間違いない。終わった。ハズレ歌ってそうじゃないだろ。やばい。終わった。え、マジ？終わります。シーナリンゴの曲は罪と罰。うわー。これはありそう。判定は正解だ。わー、素晴らしい。もうさすがその山手通りって曲ね。最後の一枚を入れていただきましょう。マジで。ここでなんだよ。はい、これで伊沢さん上がり。余裕が。そして俺が今さっき引いたのはこのカードだ。行くぜ。バンテクス。よし。おお、伝説のカード。行くぜ。これが答えだ。ババ。正解。イエーイ。伊沢さん残り三枚。残り三枚。これだ。はい、じゃあ伊沢さん。はい、何もしない。ダメだったんだ。結構ダメだね、こうちゃん。だって2でしょ、2、3でしょ、3、6だよ。絶対逃げてるわね。あ、そっか。絶対逃げてか、自分の手の中でできるわが可能性もある。はい、微妙。いやいや、もう行かないとダメだって。やめよう。どういうことだって。ビリマスターやってる人いる。確実じゃないときはね、行かない。一個も確実なピースないかもしれない。あなたピースなら多分ないってことです。てか、どっかで勝負しないと。誰？え、でもさ、だからこれはチャレンジしがいがある感じがするよな。この人が書いたのは What your name? あー、間違いよ。おー、だってこいつ結構いい感じの微笑みしてるよ。はい、じゃあこれにしよう。はい、これ。はい。何事？ちなみに俺これは引かれたから、ちょっと勝ち逃げ薄めった。え、そうなんですね。はい、じゃあ3から長っ。じゃあ、待って。あ、一旦出しよう。はい、ペアになってるじゃないか。そうそう、はい、間違いです。はい、それに。これは多分検察官じゃなくて弁護士バッジだと思う。判定は正解です。よし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 、初今の俺結構戦略だよ。なんでかっていうと、俺はこれを引かれるよりこっちで正解したとかマシだった。俺は福田さんの手にあること分かったから、だったらこっち正解したとかマシなわけ。なるほど。引かれちゃうと俺絶対勝たなくなっちゃうから。で、渡辺氏の持ってるカードは知ってて、だからそっちから絶対出てくる答えなんです。そう。はい。いや、これは隠しだな。隠し。これだ。はい、しました。いいとこいいとこ、苦しいな。いいとこおっさんじゃねえから。これはね、こうちゃんピンチに追い込まれたかもしれない今。はい、福田さんのディスティニードローしない。え、したあれー。こうちゃんミスったね今ね。銃を作りなさい。で、鉄拳、裏拳、原骨、拳銃です。判定は正解です。いやー、お前すり替えろや、一瞬で。ちょっと、いつの間にか同点で、今同点中。確かにやばい、本当だ。はい、いい勝負になってきました。全然上がれねえじゃん。いや、もうでも引ける、次。だってさっきの明らかに違う感じしたもん。だから、あるんだ、こんな。はい、来ました。いや、もう行くしかない、行くしか。じゃ行こう、行きましょう。この人が書いたのはジョーカー。判定は間違いない。おいこの人、あのさ、今やってるジョーカーのさ、脚本家とか。原作？そう、大原作ね。これいきますか。はい、はい、じゃあでもみんな引いてるからね。はい、スルーです。はい、見せてないかと。おい、行こうか。はい、おい、少年隊の曲は？そう、外れ。判定は間違いです。ふくらさんがずっと思っているカードがあるのかな、それとも俺それ知ってるカードなのかな。少年隊だったら歌いそうだけどな、少年隊。行くか。少年隊の曲ははい、ジョーカー。ありそうだな。判定は間違いです。違った。おい、はい、全然わ
もうこっからクイズだよ。行ってみるか。これで。おお、みんなこれで。少年隊の曲じゃねえ。これだ。少年隊の曲は What's Your Name。正解だ。やだ。やだこれ。お茶の似合う読める。やだやだやった。やった。それか。やった。はい、これを福田さんは引くと。はい。はい、スイスイさん不利。でよ、もうだって2枚でしょ。ってことは、あの謎の人が書いたのはとジョーカーでしょ。完全に分かってる。で、検察官とハズレは持ってて、あと1枚なんか俺見えてるやつなのかな。あ、じゃあ金字師匠だろ。そうだ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 。だから隠す意味ない。公開で、公開でなんだ。でも、多分菅井さんもね、答え分かってないと思うんだよな。見送り見送り。いや、俺はもうでも引いて全パターン試すだけよ。これ勝ちでしょ。いきます。この人が書いたのは検察官。おー、判定は正解です。ゴーゴリですね。ゴーゴリ、はい、ゴーゴリ、あ、ゴーゴリか、あ、ゴーゴリね、なるほど、ということでってことは国際映画祭で金字賞取ったのがジョーカー。はい、そういうことになります。え、あ、外れ外れなの。はい、外れ外れ外れって書いてあるんでね。はい、ということで今日はね、いや、伊沢さんやっぱ後で早かったね。ということで、チャンネル登録、高評価、つもこんにちは、ツイッターのよろしくっさん、通知をオンにして。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄にツイッターなどもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てくださいね。